まず第一にチームが勝つことを考えているかなと思います。まあ、その中でコート上の司令塔としてどのオフェンスが一番効率よく点数を取れるかだったり、まあ、どの選手が今当たっているだったりっていうのを考えながら、プレーを選択するようにはしています。どちらかというと休むというよりはもう自由な時間、休むことが必要だと思えばもちろん休みますし、友達だったり知り合いと食事に行くことですごく刺激をもらってやっぱ頑張ろうと思えることが多いので、よく食事に出かけることは多いかなと。アメリカの時に見た目が良ければ気持ちが良くなってプレーが良くなるみたいなことをチームメートがよく言っていたのをすごく思い出すんですけど、まあその通りだなとすごく思うので、身だしなみっていうのはやっぱりプロ選手としてしっかり意識しないといけないところかなと思います。いやもうシンプルにかっこいいなと、やっぱ爪切りだったりもそうですし、まあ大体白かなという印象なんですけど、もう本当に黒ですごく締まってる色で、はい、もうかっこいいなと率直に思いました。特にこのカミソリが、本当に使いやすく、なんだろうな、この角度が変わるっていうところは使ったこともないし見たこともなかったので、実際使ってみたらやっぱり本当にその顎のラインにフィットして使いやすいなというのは思いましたね。身だしなみを整えることで、プレーの質っていうのも必ず変わってくると思うので、このオーガの商品を使って試合前に、まあ、自分の中でしっかり身だしなみを整えた状態で試合に臨んで、気分がいいまま試合に入れ、ようになるかなと思います。